大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、ええけど。ありがとう。まあ実はもう車に積んであるんだけどね、ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ、整備もされているし少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが慎重にな。準備はできているか？あ、行こうか。ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。あ、好きに行きゃいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか？じゃあそん時はレガリア貸してやる。おお、あ、いや待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺車考える。クローズネスト行かない？またジャンクフードか。体にも悪いし太るぞ。そうね。うん、ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから車はそのままでいいよ。アンブラ、届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。
美人だし趣味も合うっていいよね。今度は誰との妄想だ。もう用もなくハンマーヘッド行きたい俺。あそこは魚がうまいらしい。あ、楽しみだな。着いたぞ。着いた。やっと着いたな。船旅か、初めてだ。楽しみだな。式の後はガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで？出ねえよ、それ。お小遣い。は？おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。なんで？お腹いっぱい。オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんにちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし。お忍びだろ。記事にされたくないよな。なあ、ちょっと俺の話聞かない？じゃあ聞いてやる。なあ、ノリいいじゃん。じゃあ静かして。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ、宝石の原石。代わりに船乗れるよう話つけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。次どこ行く？完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく、敵対はしたくない。準備はできているか。あ、行こうか。
かし王子の威厳もなんもねえな。軽くお使い頼まれちゃったもんね。王都の外ともなればこうなんだろうな。まあんなノリの方が楽だな。原石があるってのはこの辺りか。多分な。探してみるか。気分転換にはなるな。わけ起こすんじゃねえぞ。今ここまでかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。今日の天気は快晴だ。気温も上がりそうだな。休憩しようよ。休憩だな。喉乾いた。よし、やってこうぜ。無駄遣いするなよ。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。
ガーディナにようこそ。ようこそお越しくださいました。うちレストランなんだけど。悪さしてるのはこいつらね。こいつ強いらしいわよ。怪我だけしないようにね。今日は船が出てないんですって。向こうの港で。おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品で、ごめん。王子を脅してでも俺は欲しかった。難癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にもばらまいててさ、帝国関係者かもね。でこれ宣伝、はい俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言って。そうそう、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。出発準備できたって。マジ早いな、船が来んの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。休むか。賛成。お、いい感じに取れたな。レガリアもちゃんと入れたよ。おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍は王都城周辺を爆撃。国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そして王都は。バカ言うな、俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だといいのに。他に情報は？自分たちで見てくるしかねってことか。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろう。どうだ、ああ
クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え、カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。僕が必ずやっつける。ノクティス様。かつてレネスは成績に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。その顔はテネブライに来て変化した。カンナギとしてではない、大きな力があなたにはある。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。ねえ、昔話興味ある？巨神がさ、隕石の下で王様を呼んだ。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結ばず多くの人々が命を失った。あの日の悲劇のように、お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。すまなかった、陛下を守ることができず。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。ルーナは無事なのか？じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙ってる？敵の将軍に何を聞いている？前に進み続けなければならない。行ってくれ。